よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。ちょっと、寝ぼけてるの？私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。って、嘘。もしかして、本当に分かってないの？ソン君ってば、どうしちゃったわけ？頭を打ったの？熱はない？自分が孫悟空だってことは分かるのよね？あんたに決まってるじゃない。っていうか、何なのよその変な口調は。ほら、これが証拠よ。鏡で自分の顔を見てみなさい。鏡を見た反応からすると、あんた、本当に孫君じゃないの？でも、見た目は間違いなく孫君だし、もしかして、記憶喪失？ああ、もう、どうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あんたはまさか16号。ねえ、セルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて、一体何が起きているっていうの？ちょっと黙ってないで、なんとか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時、直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号。え？孫悟空にリンクしているのは孫悟空の体ごと。い、抵抗するというなら力ずくでも連れていく。状況はよくわかんないけど、さっさと16号をやっつけちゃってよ。まさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。どうすればいいのよ。その肉体は孫悟空のもの。強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。殺すわけにはいかないから。危ない！ソン君！なるほど、お前の才能は本物のようだ。ならば、どちらも手を抜かない。してらんねえな。よし、次はこれだ。いい修行になったな。次、行ってみっか。おめえなら
楽勝だったな。制圧とっておきだ。リンクして間もないというのになかなかやるな。こんにちはブルマさん、ご馳走をいただけると聞いて伺ったのですが。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているもの、また会おう。行っちゃった。何がどうなってるわけ。ふん、さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ。僕の目はごまかせないぞ。え、どういうこと。この人は孫くんじゃないっていうの。おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって。ちょっとあんた、孫くんの体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫くんは暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。あれ、おめえ誰だ。それにここどこだ。変だな、体が動かねえ。お、なあ、おめえなんか知らねえか。もし、え、おめえがオラの体に入ってるって。それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ、失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりご馳走を食べさせる代わりにこの波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーん、ふーんじゃないでしょ。地球のピンチなのよ。
せっかく来たんだから、あいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより、早くおいしい食べ物を出せ。つまり、助けてくれないのね。とはいえ、この波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？自力。それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見ると、やはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウシさんに聞こえてねえか。ウシさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ。決まってるだろう、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあ、この謎の波動を何とかしない限り、悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って。今、各地の様子を見に行くって、みんな外に調べに行ってるのよ。でも、強い人が眠っちゃうってことは、他のみんなも出て行った先で。動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか。急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ。おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが、僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っている奴に頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まあ、あんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで、私たちに協力。
修行になったな。まだまだ。おめえなら楽勝だったな。よし、次はコツをつかんだみてえだな。さあ、どんどん行くぞ。そっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、ソン君の中にいるあんたも頑張ってるね。そうそう、ソン君にとってもあんたにとっても朗報があるの。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められたソン君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えば、いつものソン君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい、なったぞ。やったわ、成功ね。でもダメだ、体が重てぇし。やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ戦うのは無理みてぇだ。中和装置はまだ完璧じゃないから、力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。ああ、忘れてたって、ソン君らしいわね。それじゃあソン君の体の中にいる誰かさん、とにかくあんたにはソン君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつみんなを助けに行くわよ。お、だいぶ弱ってっけんど誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。早速助けに行くぞ。
やってみるふり。あいつ、クローンか？やべ、クリルを狙ってる。早く助けねえと。というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて嬉しいけど、俺たちの敵っていうのが。よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。俺も一緒に戦うぜな、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った、今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。忘れてたな。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、オラも一人じゃまともに叩けねえし。え、それじゃあ俺は戦えないってことなんですか。思いつく方法はあるけど、孫君の中にいる人の協力がいるのよね。というわけで、あんた孫君からクリリンに移動することはできない。悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか。いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。
ホラの中からいなくなっちまったぞ。俺の中に知らない奴が。やった、リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間ほら何にもできねえっちゅうことか。リンクできる人は一人だもの、当然そうなるわね。でも仲間が増えるのよ。ソン君の負担だって減るじゃない。確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんな。自分で戦えるようになるまで。セーブ。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人とも